あの人の現在。螺旋で貞子役をやった、ミステリアスな雰囲気の独特な女優さんで、数々のドラマや映画に出演してきた佐伯日奈子さん。現在はどうしているのでしょう。最近はあまりテレビで見かけませんが、何をされているのでしょうか。佐伯日奈子さんは壮絶な結婚生活を終え、離婚後2014年より本格的に女優復帰します。日本のホラー作品、映画螺旋で貞子役を演じた佐伯日奈子さんは、美しくミステリアスで独特なオーラで見る者を魅了し、とても印象的でした。この他にも佐伯日奈子さんはドラマ「エコエコアザラク」の黒いミサ役や、映画「渦巻」の関の京子役など、ホラー作品に多数出演されています。そして佐伯日奈子さんはホラークイーンと呼ばれるようになりました。一時期は仕事のオファーのすべてがホラーということもあったんだそうです。一度イメージについてしまったキャラクターを抜け出すのは大変なのですね。佐伯日奈子さんはそれが嫌で、どうして怖い役しか来ないのだろうかと悩み、自分の顔が嫌いになる時期もあったんだそうです。佐伯日奈子さんはインスタグラムにプライベートの写真を多く投稿しています。2023年2月現在、佐伯日奈子さんの年齢は40代半ば。それにもかかわらず、昔と変わらぬお顔スタイルで美しい姿を見せてくれています。そんな佐伯日奈子さんが悩んでいる過去の自分に宛てた手紙が話題です。当時習っていたバレエでの挫折や葛藤について書いてあります。何かを頑張って失敗や努力をした人に刺さる内容になっています。ビビアン所属でインスタグラム最近の投稿では、映画の感想を書いたり美術館に行ったりしている姿をアップされています。グルメなのがわかる、ここのお店が美味しかったなど、美味しいお店を紹介して飾らない人柄がわかります。猫を飼っているのか、ちょこちょこ出てきます。半分だけなど顔を出して、今も美しい姿を目にすることができますし、とても穏やかな顔をされているので幸せそうです。やはり演技が気になるのか、映画のお話が多いようですね。事務所のインスタライブも時々されていますので、気になる人はインスタグラムをチェックしてみてくださいね。